あ、来たじゃん。あ、先生。先生。いやいや、全然全然。終わらしてやるよ。終わらしてやるよって出てくる。いや、終わらしてんだ。うんっつって。やりますか、寿司。ね、食いましょう。出張寿司専門でやってらっしゃる、ゆうやさん、ゆうや寿司、ゆうやさんっていう。お願いします。せいさん、今日これ食い放題っすよ。このネタ。止まんねえよな。これ食い放題やばくないっすか。せいさん、ウニがめちゃくちゃ食いたいって言ってたから、ウニいっぱいにしてくださいって言っときました。うん、めちゃくちゃあります。すげえ。ちなみに、今日ですね、和風ウニこちらと、もう一箱紫ウニありますね。え、もう一個なんですか。もう一個、ちょっとこれ諸事情ありまして、もう一個。ちょっとサービスで今日は出せていただきますね。あ、全部俺ら食っていい。ビジネス、デズイです。もうめちゃやってください。やば。もう一貫でやばいな。もう方向性としては方向性としては、もう、いつもいける感じですか。あ、ですよ。でも、ですよ。寿司を、皆さんに握ってもらいます、今から。なるほど。はい。もうじゃあ、握って。いや、後で食いましょう、それは。プロの味は後で。美味しく食べない？いえ。そうする？なかなかできないけどね。お前がブレンド。関さん、なんでそこに股間置いてるんですか。重いんでしょ、重ないと。あ、そっか。そっか。なんで金玉置いてんだろうな。言いますよ、このいなり寿司。下品だな。めちゃくちゃ受けてるわ。モラル吹っ飛んでるよ。とりあえず一旦さっき練った作戦で言うと、まあお客さん役4名、握り1名で順番にこうやっていくっていうスタイルで。ああ、なるほど。うん。お前なんか魚さばけるぐらいできちゃうらしいから後にしようぜ。確かに。やめて。余裕だもんな。鳥に。あ、握ったことはないよ。握ったことはないよな。料理なんてできねえから。とりあえず気をつけそ。握ってくるんじゃなくて、振る舞うもんね。それ振る舞い寿司じゃないだやっぱり寿司は。スパイダーさん手洗ってからヒットボックス触ってました。そうか。ダメだよ。細かいな。細かいわ。そうかそうか。誰行きます。先手誰行きます。先方。全部どうする。先方。じゃんけん。あ、じゃんけんする。最初はグー。じゃんけん、はい、はい、これ、はい、はい、オッケー、はい、これはか、どういう順番？はい、これでしょ。負けたくないんだよ、これ。あー、そういうことですね。じゃあ、これ座るか。じゃあ、皆さん席についていただいて。はい、じゃあ、アジ一つください。アジか。あ、俺もアジかな。アジ、アジ2、アジで4、アジ4、アジ4で。親指と中指、人差し指でもいいですし、横でこう、で、この側で寿司握るってギャップがあっていいの。確かに。それそれそれです。あ、でも可愛い。で、こう置いて。そうですね。可愛らしいお寿司はね。あ、可愛い、本当だ。手ちっちゃいから、寿司もちっちゃいんだな。そうですね、確かに。あ、めっちゃいい感じですね。うん。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じです。手まり寿司みたいなできたの。で、親指を締める際に、ちょっとこう、人差し指でこう支えてあげると、ちょっとこう丸みが取れて、ここでこくっちめくります。こくっちめくります。はあ、丸みが取れて、こう、形のいいお寿司になりますんで。うん。あ、でも別に、うまくない？めちゃめちゃうまいですね。うまくない？普通に。うまいね。初めて食べれない、ほんと。いけたじゃん。うまくない？普通に。かわいいですね。唯一さ、ガチ声多い？ガチ声。いや、そんなにないと思ってるけど。そんなに、ね、なんか大丈夫だ。怒られねえよ、俺。うん、たまに DM 来るよ。たまに DM 来る俺。洋一さんが本当に好きなんですけど、どうやったら会えますかって俺。で、完成です。で、完成したらば、あちらにあれがありますんで、お皿ありますんで。はい、じゃあ提供して。はい、提供まで行きましょう。はい。あの、手で。まあ、まずは、まあ、やっぱ重鎮から。みんな一緒に行くの。普通に持って、そのまま、ポンと。お皿の上に乗せる感じですね。あー、でもすいません。あ、そうですね、先生。はい、で、そのまま、そうです。乗せますね。あ、どうも、よろしくお願いします。すごい、初めましたよ、寿司。確かに、確かに。あんまないかも。すごい。寿司蔵って言われてる、これ。
大輝さんどうぞ食べてください。いいの？もちろんもちろん。進めていただきます。もう一個作っちゃう、はい、どんどんお願いします。もうガンガンおお、なんかいいっすね。いただきます。どうっすか。うん、あれなんか普通に美味しいわ。あ確かに。そうそう、店のクオリティらしいです。店のクオリティすごいな。わさびいい感じ。あ、わさびの料理、わさびの料理。全然辛くて、そっから親指。私は俺ら握ってるだけだから味わったらいいよな。で、で、作って、で、こうで、こうか。店やれますよ、俺。早くなってきたね、ちょっといきなりね。首を掴んできてるじゃん。これ一人一人寿司で表情が出るのがおもろそうやな。絶対関さんのでかいよ。そんなことない。でかいのを小さくすんだよね。あ、ニュンって関さんこれ噛めないっす。コンクリートっすみたいな。かわいい。手慣れてる。この方がちょろんって、なんかちょこんとしてね、丸っこい。次。次どっち？じゃあギアさんに。いいですか？すいません、本場のちぶりですが。なんか、寿司出てくるときに。一言分かんない。久しぶりですね。工場があるの、なんか。いただきます。どうぞ。うん。うまいね。普通にうまい、これ。うん、美味しいね。うまいんだ。逃げんのうまいの、うまい気がする。俺もね、ちょっと前思ったことがあって、あんまり別にこう職人と俺らあんま変わんないじゃないかと。だからシャリとネタが良ければ、お寿司の職人さんでも言うんですけど、お寿司って言ってみればお刺身とお寿司をただくっつけて握ってるだけだ。ただくっつけて握ってる。なんでシャリとネタさえ美味しければ正直そんなに変わんないです。だからこれを作るのがすごい。そうですね、この状態に持っていくのが大変ってこともね。そうですよね、確かに確かに。ネタを切れるのがすごい難しい。そうだよね、難しいと思います。いただきます、ありがとう。いただきます。うまいよね。めちゃおもろい。酸化見ればわかんない。うまいよね。ちゃんとね、米のふわっと感もあって、ね、うん、わさびのバランスもくて。ちょっと、置いとこう、ここ。適度なね。適度なね。多くするか。何よ、わさび？あ、俺わさび多めが好きかも。あ、本当？わさび全然辛くない。うん、辛くない。香り一瞬してる。うまいね、うまい。あ、掴んでる。しかんでますね、完全に。寿司握る光景なんてなかなか見れないわ、ね、うん、結構なんか近づきづらいですよね、お寿司屋さんって。なんでなかなかやっぱりこう間近で見ることも少ないですし、なんか説明とかも抜けないんで。できた、ありがとうございます。見ました、ありがとう。はい、食べてみて。はい、いただきます。いい、もういい、もういい、もういい。長えな、もういいよ。もういい。わさびめっちゃ多くする。食らってんじゃん。そんなに美味しすぎて。本わさびじゃないことなんだよ。余計くらいで分かっちゃってるよ。感動してるね。お前が多いのがいいって言ったよ。なんで？そうだよね、自分も。まだいいでしょう。ゴーユータ行きました。まあ俺潔癖したから見ないと。うざつくなよ。ざけんな。おー、皆さんありがとうございます。お水持ってきてくれた。好きよ。ゆうた節、はい、じゃあいきましょう。これ何ですか？これはですね、手酢というもので、これで手を濡らしますので、まず手をつけてもらって、今濡れてないじゃない、結構つけてもらって、で、両腕でまぶして。いいです、いいです。おいおいおい、おい、めっちゃ飛んでるやないか。めちゃめちゃやってんな、おい。汚ねえな。もういいって。もういいって。はい、出ました。そしたらば、シャリ玉を作ります。なんか、うん、今日出てくるときにつけた整髪料がここでペタペタする。うん、もういい。もういい。待って待って、最悪なんだよ。それは取れたんだよね、取れたんだよね。さっき手洗ったじゃないですか。洗ったんだけど取れなかった。
ちょっとなんかちょっと人体に悪いじゃない人体に悪くねえはずねえだろ、そうやってやるちょっと洗ってみましょうか、ガチめにベタつくわなんで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 しかし、さ、ベタし、しのんにいろいろなんで今なの本当だよ気づけよきちゃねえなあるんだ大丈夫なの行けますいい感じうわ、ベーちゃんいや関さん、もう床めっちゃ落ちてるし床に全部落ちてるよこれはちょっとかけないよ、こっちやばい、この出着でいい感じはい、行きますはい、では、右手でですねお目ねはい、お目ですねシャリ玉をめちゃめちゃいいんだけどシャリね、シャリを握ってお前、お兄作ってんじゃねえよでかっダメだって生産性すごすぎるでかすぎでしょこれ一人目なんで一人目でかいじゃあさっきのチュートリアル何も聞いてへんし話わさび好きじゃないそっからそっからそっからおこれサビかおーいねえ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 これ誰用すかサビだでっかっドラクルじゃないよこれ吠える子みたいなんだけど吠える子じゃねえ味はうまいと思うでっかすぎたわさびがわさびが多い多いよ多いよぬいやぬいわさびが多いのだじゃあ次誰ですか。じゃあ次お礼もらっていいですか。じゃあ次僕ください。あ、オーケーです。はい、シャリ少なめで。結構完璧に分かった。もう吠える子作んないじゃん。結構いい感じ。吠える子。これこれ。そんな声ないから。そんな声ないんだって。まるでレンズのように。そうなんだけど。終わってる。誰だこれ誰の。でも完全に遊んでる。元気っす。俺元気ようですよ。で、形はでもでもなんか出来上がってるじゃない出来事だよ、その、この手でこうやってでもさ綺麗だと間にすんのやめて手の上でこうやってめっちゃ手の上でしょ、やってる梅雨だくれ梅雨だくれでもさ、めっちゃ綺麗じゃん、これいいじゃん、いいじゃんめちゃくちゃ綺麗だけどな今回いいよねいただきます一番いいよ全然綺麗お前才能あるよカッパえ、ね、今のところ違いあるうん、あのねうん、全然うまいまあね、シャリがさ、ふわっとしてんだよ、よいちゃんのはあ、クエ分かるあいつのやべえんだよはい、ほんとあのなんかあ、なんか多分ね、米がさ、まず満員電車みたいなやつうん、ギュってなってるよねうーってなってるよねほういつぎつかずないつもやばいからね、予想通り関裕太の寿司だよねおこれ視聴者もね、イメージしやすいと思ういや、マジパワーケースしてるねパワー、本当にパワーほら、このドヤ顔とも意味不明なんだよ意味不明なんだよ何もうまくできてねえのにうまくできてる風なのなんでおい、何言ってんのいいね、やっぱ旨味よねん醤油の旨味醤油つけた醤油つけたのくんぺになんで勝手にアレンジするんだよ何もまだ収めてないのに型破りっていう言葉があるでしょそうだね大丈夫ですねなんでこっち見てんの体やないかうわ体格に合わせたね。見ながら見ながら。あれ見ながらですこれ。
出てるってその指輪だからなんか汁が米がポロポロちょっと待ってもう汁出てる逃げていってるどんどんいろんなものがおそんなんすな寿司でおそんなんすなこっちかよ逃げてるこれ落ちてますねちょっと下にもうわハンバーグ作りやん空気入れてたんだ今そうあそういうことかハンバーグのあれって空気抜くんじゃねえの逆逆だよねそのやそれやめてほしいの最後仕上げの指それやああやめてニューってやつそういいね形は綺麗なんかちょっと味濃いめだよねどうぞうん、切れ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 全然切れ全然切れ最後あるよ米がさ、びっしり入ってるほんとびっしりうわ、なんかニチャニチャしてないな米やばくない米なんかびっしりしてるだろ握ってやってんのよ米昨日炊いたご飯みたいになってなんかね、筋トレここ集中だよまあ、ちょっと適当だったら半端半端かもう勝手にもうもうぐちゃぐちゃですこの人清涼感のある米にしようかなちょっとやっぱりライスのサイズはね小さめ塊が悪い清涼感はもう最初からねえんだよそのさ、そんな工程なかったし、さっき先生の中にその何も聞いてない何か聞いてるそれ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 ない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 なんかそれあったけどちゃんと聞いてる違う違う違うその状況やだえ、待ってこれ誰よこれ誰よなのえ、これ誰よ作ってるこれ夜よいちよはいもちろんよいちゃんって一番タッチ数が多いじゃないかあ、なんか、フォークみたいなお花持ってみたいなあ、ヨイちゃんがちょっと若干薄味にしてくれるんだこんなのに向けて持ち方よくないその配膳方法やばくない自由みたいなちょっとこれ薄味どうぞお召し上がりだけどまあ別に綺麗だけどねちょっと大丈夫です、後ろ姿で。うん、今後ろ姿だから、全く見えない。自信あります。どう？あのね、硬い。まあ、だよね。関さん、自分にちょっと、自分用にちょっと握ってもらって、これで自分のやつだけうまく握った。本当にムカつくな、この人。これどうやって握るんでしょうさっきのてかなんか酸っぱいんだけどさ、これすだちかあ、そうだ、関さんがすだち手に握ってるからすごいやつよめっちゃ酸っぱいすだちって酸っぱいんだ実際どんぐらい硬いんかなかなりっすよ本当におにぎり食ってるのかと思いましたよねでもおにぎりに近いね、あのコンビニのおにぎりと全く同じ硬さだったよねあ、うんねなんか真面目じゃない一番ね自分の時そんなことないみんなと同じだよ本当いただきますはいどうぞうんでもねうん米硬いでしょうね知ってますベチャッとしてるですよねうん米がベチャッとしてるごめんね寿司職人ってすごいわあ、いるじゃんどうも高瀬さんじゃん寿司食えるって聞いたそうなんですよ関さんの寿司衛生大丈夫ですか衛生的に大丈夫なんで3日前に食中毒になってやばい激怖今握ってもらえるんだよ。これだったらゆうた寿司先に握ってもらおう。ゆうた寿司でちょっともう一貫お願いしてきた。もう一貫。私も食べてほしい。確かに。職人じゃないの？いやいや。今日は握る会なんで。握る会なん？そう握る会。どうします？握ります。マグロとサーモンとブリがありますけど。
マグロとサーモンとブリだけじゃないでしょ。逃げるのこのやつ。ブリ食いたいな。ブリ了解です。ブリね、任せてください。一番私もやりたい。はい、あ、加瀬さんに握ってあげる、ね、みんなに振り寄ってもらわない。昼側ではない。大丈夫、手洗った？いや、手洗ってくる。あ、めっちゃトイレで手洗った。洗わない、洗わない。洗わない、洗わない、全然洗わない。マジで洗わない、この人。この手一個もない、こんなんない。でもスピーディーになったね。あ、早い早い。スピーディーになった。かなり容量掴んできてる。ジュースがね。あ、そのエロい手最後それない。おい、やめろやめろ。おい、ぬめぬめするのやめろそれ。無理すぎ。あら、エビくんもいいやん。エビない。いただいてもいいですか。あ、もちろん。どうぞ。石寿司、今石さんが握ってるんで。石寿司をどうぞ。石寿司。はい。どれで食べるかこれ。あ、どん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 。いいや、ここ座っていいよ。ここ座って。こっち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 。こっち座って。あー、スタさんの席。いやいや。ちょっと。みんなで座らないと。お箸だけもらっていいですか。え、何食べます？え、何おすすめですか今。これちょっとね。こっち行っていいのこれ。エビっていいですかね、これ。確かに、確かに。エビって、エビ結構握るの難しいです。なんか米浮いてエビいいっすか、じゃあ。あ、来ました、来ました。来ました、来ました。乗ってる？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 大将、じゃあエビお願いします。うまっ。うまいんだよね。でもちゃんとうまいよ。ちゃんとうまいよ。ネタとね、シャリがちゃんとしてるから、うめえのよ。うまい。よいちです。ありがとうございます。もらってからの方が良かったかもしれない。まあでも確かに。でもね、よいちうまいから。よいちちょっと握ってあげて。うまい。金のうまいよね、魚。解体趣味やもん。魚の。魚の解体趣味はあれで、やばい、本当にさっきから米が隣で。やばいでしょ、ちょっと落ち着いてる。すごい。全部落ちてる。絶対みんな靴の裏やばい、マジで絶対靴の裏行かれた。汚れいっぱいつけて家で落ちる。うわ、エビだ。今これはそう、エビさんにこれエビくんのエビを握りそうですね。なんで2個いってるんですか。もうおいおい、もうやばいって。それもういっちゃいっちゃい、それ2つ豪快にいっちゃい。はブリ食べた、食べんだよ自分で。調理中だろ。マグロやっていいのかな。いいかな。来た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 。完成ですか。あー、もうその手やめろ、最後のそのちょいちょいやめろ。あー、もうその指の間のやつやめろ。やめろやめろ。おお。ネタの質良さそうっすね。ありがとうございます。大丈夫？美味しそう。うまそう。うまそうね。ちゃんとうまそう。普通にうまそうなんだ。ちょっとやっぱね、寿司なんで。やり方は。素手で。そうね、そうね。エビくんさ、よく寿司食うもんね。めっちゃガチレビューお願いしていいですか。ガチレビュー。ガチレビュー。ガチレビュー。収録で食ったこともあります。そうだね、めっちゃ食ってるもんね。あ、週に6回入る。早く食え。いいから。チャレンジャーレビュー。うまっ。うまい。早くない？うまいよ。うまいらしい。うまい。うまいらしい。うまいけど、恐ろしさがあります。間違ったか。うまみがちょっとね、やっぱ、余一寿司食ってから石寿司じゃないと、ちょっと、異常性に気づけない。いや、マジな話、このエビ、マジうまかった。甘みすごいし。あ、そう。多分、誰でも言ってもうまい。なんか、あのエビ、特殊な調理というか、してるって言ってましたね、前。はい、そうですね。はい。へぇー。実は、あえて冷凍してるんで、一回凍らせてるんですよ。へぇー。おぉ、きれい。来ました。うま。うま。映すんだ。ありがとう。見た目がうまい。ノイチ作のマグロですね。いただきます。気にしてるカメラが。いろんな角度で。うまい。うまいでしょ。シャリの硬さが違う。そうでしょ。優しさがあるでしょ。いやいや、やっぱ順番ミスってんだよ。これ、シャリの中に気泡入ってる。MRI 撮った方がいい、これ。断面が全然違う。全然違う。マジで。密度がね。パワーある。できたの。凝縮、凝縮だね。もらって、ほんとに文句。もう、緊急せますわ。客選ぶタイプの店やった。めっちゃ怒られた。え？じゃあ、でも、よしさんのおすすめもらっていいですか。まあ、おすすめ来ました。おすすめさんの、俺らまだ2巻しか来てない。ゲストが増えたからな。みんなマグロ食べた
あ、オッケーオッケー、ちょっと待って、なんで寿司握ってんの。いや、なんか前僕が番組で寿司握るやつやったんですけど、楽しすぎてもう一回やりたいなと思って。めっちゃ楽しいよね。楽しいね。そう、今までのなんか料理系のやつ一番楽しかったから見せてやろうか。いや無理だろ。よく自信ついたな。あれ提供しといて。今日撮影来たら寿司まで食えていいっすね。幸せだね。やっぱり寿司か。おお。はい。ありがとうございます。これマグロの大トロなんですかね、これは。大トロじゃなくて中トロ。赤身赤身なのこれ。これが赤身なんだ。トロっぽい。ちょっと控えてます。ちょっと待って。美味しいですか。さっきもうまい。ウィカさん、これもらっていいですか。どううまい。あーざっす。あーざっす。LEC で見たことある。来た来た来た、見たことあるね。LEC で見たやつだ。あーざっす。すごい。うまいです。もうさ、ぬるいんだけど。これ人の温度で。うん、多分これ関さんの温度で。これ、え、ちょ、つけてみて。マジでぬるい。やっぱな、熱量がね。え、いや、本当にぬるい。ガチでぬるいやん。本当にぬるまいかと思った。何食べる？関さん何食べます？何やるんでしたっけ。みんな何でもいいですよ、言ってもらったら。慣れました。慣れてますんで。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マジでうまかったです。ほらね。お疲れ様です。はい、またねー。これね、こんなもんだよね、確か。はいはいはい。これ最初、じゃあ改めてチュートリアルですよ。これでちゃんと作って、ダマを。はい、ダマをまだ作ります。これでこれでつこう。これで OK。関さん違うよね、これね。間違ってるよね。ちょっとな、ちょっと納得いかないよね、これ。うまいふりしてんな。ぶってんだ、お前。うまいふりしてないよ。そんなぶんなくていいんだよ。こうなんだって、だから。で、これで、じゃあ関さんこれ食ってください、これ。ありがとうございます。はい、どうぞ。なんか上手そうじゃない。そう、なんかでも、バランスがね、この、いいですね。1対9のこの、寿司の黄金比と言われてる。言われてなかったの、さっき。いただきます。はい。ちなみに寿司ってこうやって反対で食うのもうまいんだよね。どういうこと？おい、気持ちねえな。気持ちねえな。なぜだ。多分今自分で振っといて自分でよくわかんない。職人さんも首かしげてたぞ。はあ、はあ、はあ、みたいな。うん。ちょっとシャリのね、水分量が若干多いかな。もうちょっと手の水気切って、うん、あのベタベタ長時間握っちゃってるから。一番水分量あった人、あなたがベチャベチャで水入っちゃってるから。水分量か。あんたやあんたや。手早く握った方がいいね。あんたや。まあまあうまい。一番ぐちゃぐちゃ触ってる。結構おいしい。結構うまいですか。うん、サーモンがうまいこれ。臭み全くないし。でもちなみにもう一個もう作れました。言ってる間に。あ、早いね。手際がいいね。もう慣れてるから俺は。1時間の修行を経てるからね。前回は。どうぞ、いや、そんな。うん。ありがとうございます。うまいんだよ。うまいですか。うん、うまい。形いいんだよなぁ。マジで。まあ、結構、うまくなりましたよね。めっちゃうまかったっすよ。うわ、うめぇわ。おいしいんだな。やだわ。あー、ちゃんとうめぇんだ。え、今、ケーキの寿司、前のなんかやだわ。なんでいいでしょ。似合ってしたもんな。やっぱでもね、逃げ方上手いだけあるわ。上手？上手。やだわ、なんかでもグッて。グッてやないでしょ。早いし。そう。早いよね。いやなんかね、やっぱ寿司は早く握らないといけないって、うん、先生言ってたから。はい。はい、どうぞ。サムです。はい。早いな、でも。早い。握るのマジ早い。いや、てかそもそもこれ4ってなんですよ、多分。おそらく。全部で 4つなんですよ、工程が多分。置いてから。握り出す工程が。ねえ、なんか、うるさい、うるさい。うるさい、何？何、四工程がどうとか言い出して。握れよ。遅いよ。美味しいよね。嫌だわ。嫌なんだ。なんか高いんだよね。なえるね。元気の寿司はなえる。なえる寿司なんだよ。がっかりするわ。うん、おい。
えるって言われて、うまさが全てじゃないんだよ。だな、気持ちないのが、なんでこれ握らなきゃいけないんだよ、こんなに。おかしい。はい、どうよ。はい、いただきます。おはようございます。いい感じ。へへへへへへへ。形がいいもんね、マジで。ほら、うん、形がいいんだよ、ね、毎回上手、安定してる形、マジで。でしょ、うん、いただきます。はい、うまいな。でしょ、うまいな。でしょ、でもうさっきの言うたとしゴミみたいでしょ。おいゴミゴミゴミきた。もうね、ゴミみたい。うまいわ。でしょ、うまいよね、ちゃんと。うまい。ギア寿司いきますか、次。巨人寿司巨人寿司いきます。巨人寿司いきましょう。あの、笛手台というタイなんですけど、ちょっと今から炙ります。炙ります。来た。炙られちゃう。確かに。わあ、すごい。シーム石油だ。あ、すごい縮んでる。今なんかってなってる。海が縮んでてる。今縮んでるの、海が。すげえ。なんでそんなテンション上がって。あ、でも香りすごい。ね、炙りの炙りたてなんだ。炙りが一番好きなのは肉も魚。あ、はいですね。うまみが出る。ギア寿司、じゃあその炙りでいきます。炙りいいの。炙り。うわ、香りいいね。すげえ。じゃあギア寿司はじゃあ炙りでいきたいよ。じゃあ炙りで。え、いいの？俺の炙りで。いやいやいや。うん、いいですよ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 。俺握ったら、イチゴやっちゃうよ。手でかっ。待って、手でかっ。やばいな。え、すごいね、それ。やばっ。え、手でかすぎだろ。ええ、バスケット選手やん。怖っ。怖いんだけど、もうなんか。すごっ。やばくね、俺。でけえ。やばいっすね。でかいな。いや、バスケットボールの選手やん。これをまずつけると。うん、そうっす。これもいいの。いや、もうやり方教えてくんないっす。我流で。ギアさんの我流で。それ違うんじゃない？クレアじゃない？うん。わかんないっす。何かわかんない。炙り焼きましょう。炙りね。はいはいはい。ありがとうね。いや、いつの間にか全部焼こうちゃって。何よ。でけえ。ちょっと待って。え、何？ちょっと待って。ちょっと待って。一緒じゃん、一緒じゃん、一緒じゃん。あ、江戸前寿司になってる。江戸時代の寿司になってる、それ。一緒じゃん。あ、でも確かに引いてみるとそんなもんだわ。米をつぶつかね。いやけどね、これ引いてみるとそんなもんかも、実際。そうそうでしょ。うん。引きすぎでしょ。いや、おにぎりだ。これ、うん、それの1枚下すギャさん、乗ってないですよ、2枚行かないと。なんすか。いや、2枚行ってくれんだ。こうなんすよ。ああ、そういうことか。うちの寿司は。なるほどね。でも個性あっていいんじゃない。ね、で、最後これつけるでしょ。これなんか六本木とかにありそうな寿司だ、なんか。本人には出てこないでしょ。ほら、でけえ。でけえ。これ食い事ありそうっすね。お前ね、直すなよ。一口じゃない、一口じゃない、一口でしょ、これは。いただきます。じゃあ、いけえ。でけえ。でけえ。でけえ。汚ねえし。ハハハ。わんぱくすぎだろ。うまい好きな感じがあるよ。うまい、まずいじゃないよね。食べて帰ったこと味わかんない。まあ確かに魚の匂いとかもしないのか、もはや。ちょっとすみません、ごめんなさい。うるせえな。すいません、ちょっと少なめで。本当にすいません。現金なんですよ。携帯とか触っちゃダメなタイプなのね。ちっちゃく作ってもらっていいですかね。なんか焦げの風味だけ分かるから、うん、焦げた米食ってるみたい。最悪。魚の風味がまた、もう俺より散ってるよ。
ちょっとこぼしすぎやって、もうもうどうなる、手がめっちゃネチャネチャするんだけど。手がでかいから隙間もでかいじゃない。ああ、そういうことか。うん、多分そうだと思う。あのね、あ、だから寿司握るので適した手じゃないんだもう。うん、おにぎりだったらね、うまく作れそう。今日食った寿司で一番難かった。まだ食ってねえだろ、おい。全部のこっからだな、修正していくんだな。そうだよ、そうだよ。いや、俺で手回ったな。いいんじゃないこれ、急いだね。あ、じゃあいただいていいですか。あ、うまい。あ、全然じゃ、かなり修正してるな、ね、もっとけど少ないんじゃない。米いただきます。どうどう。あ、うまい。うまい。早くないな。まあまあ、わかんない、わかん、うまい。わかんない。お前今口に入れた瞬間うまいって言ったの。うまい、うまい、うまい、うまい。ほんと？うん。いいっすか、じゃあ。そうなんだよな。あぶってたらもう香りが来る。そうそうそう。確かに確かに。ほら、これ次誰？じゃあ俺いただいていいですか。じゃあ少なめでお願いします。何少なめ？え、なんかその。ないよ、うちに少なめの。すいません、すいません。好きやばし二郎ぐらい。ごめんなさい。別に追加しなくていいっすよ、それ。少ないでしょ、少ないじゃん。足りないぐらいでいいんだよ。足りないぐらいでいいんだよ。え、いいでしょ、これ。いやいや、全然。もう。待って、これどうやって握るんだっけ、マジで。いや、炙り美味しい、普通に。さっきどうやって握ってたんですか、逆に。普通、笛吹き台っていう台なんですけど。うん。いや、そうそう、わさびの工程、もう、ぶっ飛ばしましたよ。そう、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。わさび上に乗ってんだけど。何何、まあ、あるよね、なんかある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 。いいですか、じゃあいただいちゃって。寿司難しい。あ、けど、あ、けど、あ、まあまあまあいいんじゃない。あ、けどなんか崩落仕掛けてるこっち。ここはもう、もうこれが、あ、まあまあまあ、ね、まあまあまあ、まあ、いただきます。ちょっと、あ、もう、もう、うん、うまい、うん、うまい、うまい。待って待って、ちゃんと言って。絞り出せ。どっちどっち。まずい。言えたな。言えたな、ちゃんと。正直ないだな。うん、どうなの、うん、米の話しない。米の話って大事なの。そう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 。そうなんだ。うん、酢飯が強いから、うん、あ、なるほどね。うん、あのね、本当に米食ってる感じ。だから、でも言ってたらどうっすね。そう。うん、米と焦げの味しかしない。炙りの。なんかちょっと、シュンとしちゃってるじゃん、お前。なんか、もうそんな言うなよ。シュンとしてるじゃん。かわいそうになってるじゃん、なんか。ちょっと背中丸くなってきてるわ。やめたな、じゃ食う。俺まだうまいって言ってもらえたから。確かに。うまいって言ってもらえるの嬉しいぞ。確かにな。やめたな、もうじゃあ。若干ちっちゃくなりましたよね。これちょっとね。これね、一番うまいと思う。一番うまい。まあまあ、やっぱ上達していきますからね。一番うまい。成長曲線多分一番伸びてる。確かに伸びてる。これうまいよ。あ、すごい。見せてよ。めちゃくちゃ。あ、さ、見せてよ。え、うまくなった。めっちゃいい。え、マジでうまくなってる。俺も火使ってくれたんだね。それうまそうだな。さすがにね。どう？うまい。うまい。炙り。あ、あー、よかったよかった。やっぱけどやっぱ成長していきますね。そうだね。うん。ないよ。あ、あ、よかった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 。めっちゃくっそ新鮮。いや、本当美味しい。めっちゃ美味しかった今の。あ、マジで。ネタの味を感じる最適なシャリの量ってあるんだね。やっぱそうね。マジなんだ。でも本当にちっこい、こんなんで多分、うん、あ、うん、かぶりうまっ。いや、自分で食うがめっちゃうまい、確かに。じゃあいいっすか。はい。けどなんかあれですよね、出張寿司、なんだっけ、一人1万とかで来てるんですよね。そうです、コース1万円いただければ2名以上で行きますんで。そうですよね。
思ったよりも。そうですね、比較的安めにかなり金額高くご設置されてる方もいるんですけど、うん、それはあんまりそこまで上げないで。え、じゃあこれとプラス前菜とかもあるんですよね。そうですね、前菜も。ですよね。基本的に1万円のコースですけど、ウニとかさすがに、その日のね、殻付きのウニとかが入れば出せるんですけど、うん、ちょっとこれ仕入れ次第で、こういう箱のウニはちょっと出せないんですけど、あー、なるほど。その他にマグロとか必ずつきますんで、それに前菜と、って感じですかね、前菜と卵焼きとお味噌汁と、あとデザートも全部ついてますんで。で、1万円って、皆さんよかったら使ってください。ゆうや寿司で調べて出てきますんでね。はい、皆さん、ゆうや寿司です。はい。後ろにもゆうやが、手前にもゆうやが、うん、手前のゆうやが今寿司握りをしてるけどちょっと不安ですだいぶ、何握ってくれるんですか。あ、何がいいですか。あ、俺あれハマチ、それハマチかな。そうですね、カンパチ。カンパチ、カンパチ、はい、はい、じゃカンパチ行かせていただきます。カンパチお願いしていいですか。はい、指投げろ、セクシーだな、手が汚い。ねちゃねちゃって、キモい。いや、別に大丈夫、大丈夫、あんま変わんなかったっすよ。って言うと。はい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 、うまいうまいうまい。言うて多分ね、やっぱこんだけ見てきたからね。そうそう、できちゃうのよ。はい。はいはい。で、ここで。おい、硬すぎ、お前、おい、おい、筋トレじゃねえんだぞ、お前。ふざけんな、お前。ガッチガチにしたぞ、今。で、席スペシャルちょっと作らせていただきますね。やったー、はい、おー、おーい、おい、さあ、合うのそれ。勝手に使って、お前。席スペシャル。お前、しかも全然、お前、いい顔なんだ。何してる。席スペシャル。全部落ちてる。涼しみませて。セキスペシャル。まあけど、たちゃん、チラシ寿司っぽいよね、なんかちょっとね。そうなのよ。これ醤油ついた？ついてます。あ、ついてる。全部、ポロポロポロとか言ってる。やったじゃん。まあ、いくら口に含んでからですもんね。あ、確かに。さあ、口の中で完成する寿司なんだ、これ。そういう形でやっております、こちら。この皿でも1個しかないか。お前高校生のサイゼリヤってやるとこれ。ネギいる、それでも薬味、日本人でも薬味なんだよ。あ、うまそううまそう、うっぱ。違う、これ刺身だね。甘い、うまいね。もうまい、あ、よかった。ゆうやスペシャル、やっぱブレンドがね。あ、よかったよかった。いくら結構味しっかりして、そうなんですよ、狙ってるわけよ、口に広がって、そこですよね。その後にこの淡白なメインの魚ね、魚が来て、結構ガチで、まあ、そうなんですよ、これです。てか、いくらうま、これ純正のいくらです。ハマチ淡白な魚になるんだ、この寿司だと。ハマチが淡白な魚になっちゃうのに、ほとんどインパクトが。他が強すぎて、ハマチがもうサブになってた。うまい、うまい。やらせていただきますよ。これは期待できますね。いやけど、かなりね、硬さはどうですか。まあまあ、意外とでしょ。そうかそうか。回転寿司屋の。ああ、なるほどね。じゃあ。ちょい硬だけど。ちょい硬なんだ、これ。いい感じのね。はいはい、許容っすか。許容ってやってるけど。水分量多いから。あれ、イカなの、お前。カンパチでもある。イカでもあり、カンパチでもあるんだよ。もうこいつは料理番組みたいな、なんか料理漫画みたいなことしだしたわ、こいつ。上を行くんだよな。何っつって。そうそうそう。こういう形を整えます。はぁ、整ってね。で、盛るときは、うん、縦なんだよ。縦か。こうなんだ。じゃあ、お前握ってみねえじゃねえかよ、もしれない。確かにありかもしれない。おい、剥がれてんぞ。おい、剥がれたぞ。おい、剥がれた、剥がれた。それもいいんですよ。これ、そう。うん、ここまでがですか。このリバーシブル寿司は誰？ギアサです。ギアサ。おい、雑音なんすかい。おい、ひっくり返って。カブトムシ。おい、カブトムシみたいになってる。これは何？これどうすればいいですか？それ乗せてください。お好きに、お好きに。リバーシブル寿司。客
客が乗せて完成する。乗せるも乗せないもあなた次第。何のために。結構なんかさっきのイクラで委ねる寿司が多いね。やっぱ言うや寿司は。食べ方っていうのは自由があります、ね。じゃあ、せっかく乗せていこうか。何寿司っていうんですか。イカパチこれ。お前そのためだけにイカ選んだろお前。イカ。うざいなイカンパチは。どうですか。あっちわかんない。次何来るの。はいはい、どんどんやりますよ。成功の失敗もあるんだね。そうなんだね。ピンが成功だったね。それは本当に良かった。やっぱり美味しかったんだ。ちょっとお前それ、そんなんな、何してんのそれ、そじゃあお前だって血管浮き出てるじゃん。もうお前なんか、やばいよね。宇宙戦艦みたいになったんだ、形今。え、これ、お任せですよね。お任せ。はいはいはい。ちょっとやばいやばいやばい。え、ちょ、お前、ぺっちゃんこなってる、ごめん。で今回ちょっと、せんべい状にしますか。せんべい状にしてんだ。今回ちょっと薄めで、せんべい状ね。よかったな、ヨイちゃん。せんべい状だって。そう、これも今回挟みます貝でね。ああ挟み寿司なんだそこは。挟み寿司とか。え、あ貝っていうか。そう、これは貝を2つでやらせていただきます。そのため身分は贅沢。貝サンドだ、貝サンド。こないださ貝多いなら刺身で。これなんていう名前の寿司なんですか。これえ、これなんだ、これ何ですか。ホタテ、ホタテの貝。ホタテ、ホタテちゃん、ホタテちゃんです。これホタテちゃんです。あ、また、お前なんかネギ置きがちだな。そう、薬味を乗せるんですよ。お前緑色を置いてちょっと綺麗に見せてるだけだそれ。はい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 。でもこれはこのままですね。なんかこれ寿司ってかバーガーだね。完全に。はい。はいどうぞ。こういうでっか、食べれるかこれ。はい、ホタテバーガーでございます。ホタテバーガー。え、これ食えるかな。できるだけ一口でお願いします。マジで。やだこれ。やだ、じゃあ。うん、大丈夫だよ。じゃあ次、最後、元気の部分を頼むぞ。できれば口に含んで、どうとか言われても噛めないかな。だった。しかもね、噛むの一回挟まれてたからさ、全然噛まなかった。まだ入ってる。食い切れてないぞ、お前。まだ寿司ってこんな時間かかるんだけど、咀嚼に。シャリと寿司のネタのバランスやっぱいいんだろうな。そうなんだね。挟むのはね、ちょっとバランスが崩れちゃう。まあ、めっちゃうまいわ。おー、来た。美味しいもらえるの嬉しいね。あれでうまいっつってもね、でもホタテがうまいとか。ほぼホタテ。でも挟んでるから、シャリがそんなに目立たなくていいかも。あ、なるほどね。ああ。まあ確かにその、さっきまではシャリが多すぎてっていうのが、確かにね、失敗だったから。はい。いいなぁ。じゃあ、ラスト、キンキ。はい。カンパチでございます。カンパチ。これは、アーマーで使ったんですよ、アーマーで。自分のものはいいの？もう。僕の分ちょっと握ってもらっていいですか？はい。そういう作戦だったんだ、ちょっと。改めてプロの見るか。うわ。そういえばネタにつけてたな、サビ。みんなシャリにつけてたよ。早っ。手際いいなぁ。うわ、はいえ。きれい。おー、うわ、綺麗。いただきます。うまい。もうええって、早く早くだるいって。こっから一番楽しい寿司始まります。
待ってました。こっから一番優しいとして楽しい、俺がこの番組で一番楽しいなと思ったやつやります今から。はい、お願いしていいですか。はい、ではウニを。軍艦でもないの、もう軍艦でもない、もう握らない今回。もうこれすごかった。ウニの刺身。ウニは刺身でしか頭、基本的には。あ、これね、はま寿司で見たことない。乗っけるやつでしょ。そうです。ウニ、なんとか盛りみたいなやつ。何はま寿司であれだ。これね。でも、失礼しに。これね。こうやって、この、みんなもウニになった瞬間に興味が。何て言うんだっけな。何これ、何これ。で、これね、握らずにこれ、ぐちゃっとこう置くんですよ。チラシみたいな。チラシじゃない。あ、巻いてくるとか。これで、多分上に乗ってるじゃない。スプーンを。おお。うわ。そんな乗っけたっていいんですか。全然もう。ちょっと。うわ。え、まだ。これ。まだ。これ。これ今日これが一番楽しいですこれ。うまいもん。これ。うまいわ。これはもう。関さんどうぞ。え、いいんですか。このまま。やばいやばい。これもやばいって。じゃあ関さんこれこのまま持ってもらって。ウニドックでございます。ウニドック、はい、ホットドックのような話をしてる。ウニドックだ。あー、対話してる、対話してる。ウニと会話してる。ウニを超えてる。あー、目がウニ。うまい。うまっ。よかった。いや、これ最高なんすよ。ちょ、このウニうまいっすね。そう、これは北海道産のバフンウニですよね。このウニマジうまいんだけど。北海道産のバフンウニがこんだけすくい放題。はい、え、これ多分1箱で多分1万5000円とかですか。1万5000円します、はい、ですよね。はい、やばいやばい、これ全然臭くないし、うん、市場価格で1万5000円なんで、もし仮に一般のお客さんが買うとしたらば、多分2万円から2万円くらいおられてるわ。じゃますね。ちょっとマジうまいんだけど。ちょっと、やばい気。もう皆さん、これはもうお一人様好きに、自分用で。そう。もうこれどんだけでも入れていいっす。あれ、これあともう一箱あるんで。もっと持ってもらっていいっすか。いやいや、もうこれもう自分で乗せていいんですよ、自分で。じゃあその自分の量をもうここから。嫌ならいけるぞ。いやだからいけるかもしれない。残しとけ。もう寿司、もう一回いただきます。さすがに、このウニは、ウニはね。うわ、えぐ。ちょっと、えぐいね。これやばい。これ許されんだ。うわ。やばくないこれ。これは1列ですよ。1列ぐらいって言って、全然。ウニよ。うぅ。で、醤油はちゃんちゃんちゃんと。はい。贅沢すぎない。で、はい、で甘ってなる。で、うまってなる。これでいいですか。これで大丈夫ですか。これやばい。縦にこう持つ感じですね。こうやってこことここをこう売る感じで、その口にパクッと。うわ。これマジ。ちょっとやばいこれ。やばい。に収まりきんない。うわ。うわ。これやばい。俺進撃の巨人になった気が。あーうわー、これはうまい。これはうまいね。これはうまいよ。これやばい。これやばいでしょ。やばいね。いいですか。やばい。最適量ってどんなもんですか。です本当は半分ぐらいなんで、ここの半分ぐらいちょうどかなと。で贅沢に行くんだったら1列。1列行くのがいいよ。贅沢に行くなったもん。そう、ウニですね。多ければ多ほどうまいと思う。まあまあ、それせっかくやし行った方がいいよ。死ぬほどうまいわ。まずこれが半分。そう、半分。まあこれもう一つ言ったら贅沢。贅沢ですね。お前まさか。おい、お前まさか。これで贅沢ですよね。これで贅沢か。そうかそうか、贅沢か。で、これ完成で、ね、で、こういう感じ。おいおいもうぐちゃぐちゃだよ、お前。で、大富豪。大富豪。大富豪盛りで。難しい、盛るのが。もうなんか難しい。お前もうそれいけないだろ、それもう。いける。
やばー、めっちゃ乗せるやん。バカじゃん、バカじゃん。ちょっとないよね、こんな。いやけどこれ実際その呼ばないとできないのがいいですよね。そうですね、うん、これで買い切りだからできるっていう、うわ、いやすごいね、うわ、うわ、あかん、あかん、うまっ。本当にうまいの。本当においしい。本当においしい。はい、俺も食べた。うまっ、これ前でうまいの。あ、まだやってください、やってください。なんだろう、臭みというか苦味で甘いね。そうですね、そう、バフーニーなんで余計に甘さが際立ってると思います。えらがひねんだ。なんかすだちですか、これ。あ、そうです、すだちですね。なにちゃんも、いや、いや、そう、はい、そうだね、ウニになってもう戻ってきたね、ちゃんとこのタイミングでね、撮影自体はね、終わったんですけど、寿司食いたいなと思って、もう一回、はい、ちょっとまだ控えめにね。いやいや、いいっすよ、もう全然行っちゃってください。そうです、みんなで食いたもん。いや、行くな行くな、もったいない。いや、行くな、お前2人も行ったろ、お前。いや、まあでもこれぐらいがね、ちょうどいい。ああ、逆に、はい、もうクロートだからこそ。そうですよ、ちょっとちょっと、で、これうまいな、これすごいっすね、これすぐ出てるんですね、マジでうまいな。で、半分に折って、早く次食いたいぐらいうまかった。もう今行きたいわ。マジうまかった。俺見てあと何人も作るの。まだいけるのかな。おい、うまい。やばいっすね。やってくれるんだ、やってくれるんだ。いや、これやばいっすよ。ヨヨちゃん、これでも本当にね、もう一番楽しい、これメインコンテンツだろ、俺。そうなの、うん、自作します、ね、最高っす、これ。はい、ヨヨちゃん、ちょっとでいいんじゃない。お前、次行きたいからって。2周目回す。政治してるこいつ。どのくらいのスタなの。スタミン、マジで2列いったやつ。ね、全然行っちゃっていいよ。なんか1列が、あれなんだっけ。そうです、1列まで行く。贅沢だね。贅沢、1列は贅沢。スタミナの大富豪寿司。いけいけ、すごい、いいね、いいね。こんなもんか、1列。そうですね、多分銀座のお寿司屋さんで食べると、こんぐらい量乗せれば多分1貫5000円とかを取られちゃう。寿司さんとは1万ってこと。1万の寿司屋さっき頬張ったの。1万円札にお前口の中入れたんだ、あれ。うわー、すごい。あ、ちょっとやっぱ控えめやね、ちょっと。うん、だからこれが控えめに感じるのもおかしいけどね、俺ら。だいぶ多いでしょ。ね、あ、じゃあこれちょっと、どうぞいただいてください。いただきます。いただいて。え、これ入るか。いや、もう入る。結構ギリギリでした、僕。大丈夫、大丈夫。ギリギリが多いな、さっきから。大丈夫、いける。うまい。うまかった。ちょっと俺ももらっちゃっていいですか、じゃあ。すいません、じゃあいただきます、僕も。実はですね、今日あの前回使ったウニのウニを使ってるので。ウニだけ。そうなんですか。これで食ってこれだけは満足して。ではちょっといいですか。あー、行き過ぎ。何列行くの。いやいや、俺はもう、あー、もう終わり終わり終わり。ふざけんな、俺のお金だぞ、もうこれ全部。あー、もう行くな、そんな、お前は。俺がお前払ってんだからいいだろ、これ。うぜーな。ちょっとこれで行ったね。もちろん。いや、これこんなお前、これこんなもんあんねん、これ、お前見てくる、お前。いただけ、あれだ、これ。えおいおいおいうめぇ、なんでや。あ、ごめん、あ、今食べてた。うん、おいおい。おいしかった。うん、なんでや。ちょっとこっからじゃあ、もうガッツリ握ってもらって。あ、お願いします。何食べたいですか。ウニ。ウニでしょう。ウニ。いやー、はい。あ、いやし、これ。ウニが。
お疲れ様でした。お疲れ様です。元気ありがとう。はい、ですね。じゃあ来てもらってありがとうございます。よいしょ。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ。はいっす。今日寿司食う人多いんだろうな。これ多いだろうな。